ジャラントン市は中華人民共和国内モンゴル自治区、フルンボイル市に位置する研究市。ジャラントン市東北部、大高安嶺の東南陸に位置する。自然風景が美しく、災害イケルグイと称される。元の名を、漁領王という意味のブトハという、真の高記念館に、ブトハ総管画門が置かれた。1929年に、付近のやる川から名を取って、宮城県となった。 1933年、ブトハバタを開設し、ジャラントンに駐在させる。1983年、鉄季節市で、ジャラントン市となり、現在は、フルンボイル市の管轄下である。ハマ州鉄路が、ジャラントン市内を通っており、経済は観光と、農業、牧畜、林業で主に賄われている。小麦、大豆、トウモロコシ、等作物の栽培と牛、羊、 馬の巻き守るトが盛ん。工業は主に生死、生糖、毛糸など、平均気温摂氏2度、降水量4 8 0ト、mm、ル。ジャラントン市西北部は大港安霊の原生林で、森林、草原、渓流、山野の風景は著名で、災害イケルグイの省を有する。その主な風景の集水とは、宮広川が大港安霊を出た後に形成された、戦場地のことであり、 その間には小島がびっしりと広がり、島の上には森林がうっそうと茂り、花が咲き乱れる継承の避暑地である。さらに、ジャラントン宿北部には絶景の吊り橋があって、周辺の美しい自然風景を眺めることができる。七街道、八鎮、一郷、三民族郷を管轄。ありがとうございます。